攻防が強いんですよ。これはちょっと見応えのあるそうですねストロングですね。これさあ、はい、ここか から1回半これですね。はい、これはこの選手しかやってないんですよ。これは素晴らしい技です、はい、カナダのストロング。さあこのストロングも段違い平行棒定評のある注目の選手です。これでフィニッシュが決まればかなりの高得点ということになりますが、はい、さあどうでしょう。屈伸のダブル決まった、ね、着地決まりました。まあ8以上は出るんじゃないですか。そうですか、はい、最後までピタッと決めました。カナダのストロング